こんにちは、エルビアン TV。 エルビアン TV のレイアンとエルビアン TV のユです。今日は2人でイメチェンに来ました。理科アイテムカップルにイメチェンをしてもらおうと思って2人同時に、今回は180度イメチェンをしようと思っていて、完全お任せにするので2人にどう変えてもらえるのかとっても楽しみです。はいはい、染めるし切るし。ではレッツスタート。原宿駅から徒歩5分くらいで着きます。よっかで、こちらアイタムちゃんのお店になりますね。基本的にカップルで来ても2人同時に施術してもらえたりするのでいいですね。え、やばい、天の準備。ボボを卒業します。ボブ駅ね、2年くらいなんでね、ちょっと今どこ着るっていうことに対してね、結構すごい緊張してる。え、これモアットピアスじゃん。ピアスの方多い。え、なになに、あげたんでしょ。そう、あげた。チェックしてます。おー、だわす。え、全然大丈夫、集中してもらって。ごめんね、うん、ビビってる。うん、だい、うん、うん、できる。もう大丈夫。もう大丈夫、もういける。もうあともう来ちゃったもん。安心してきた。そう、もう、もうね、もう後には戻れないから。うん、大丈夫？大丈夫。ちょっとさ、これあの、どうした？首キュッてしまってるからさ、顔周りのやつが気になるの。テーマは夏っぽヘルシーガール。イエーイ。テーマは何ですか？思うがままに。超癖で丸め。すごい。え、私が？うん。あ、だからキノコみたいなのか。うん、今キノコみたい。え、これってあれなの？癖なの？癖、内側にまとまる癖がすごい。女子だったらいい感じだけどね、こういう髪型する人にとって。内側にまとまる癖がすごいらしいよ。うん、内側にまとまる癖毛。そうだね。だからブローしただけでさ、切り立ての時にあんなキノコみたいになったのか。そうなるほどね。めっちゃ、謎解けました。謎解けたわ。いい、明日発売、モーニング娘。青春ナイトと人生ブルース初回 AB です。今日ね、行くんだもんね。回し物じゃん。何かモーニング娘に一言。生まれてきてくれてありがとう。これしか言わないから、モーニング娘。これ見て、今日もね、下に。わ、すごいね、戦闘体制じゃん。まさき佐藤 T シャツ、本気だよね。もう今日これでやるわ。ブスのファンの方はぜひアイタムさんと語ってください。リアルに怖い話的なもので言うと、あの、え、今抜けてるの？めっちゃ抜けてるよ。どうした？ごめん、あれしかなくて。抜いてますか？抜いてます。すごい抜けてるらしい。なんか抜けやすいらしい。びっくり、みんなびっくり。どういう髪色になるか楽しみにしててね。肌のポーズが無理。はっ、ほっ、ほっ。エリカ氏は抜けた感じで決めるって言ってた。だから決まってないんだろう。レイ自身もね、こう自分に似合う化粧っていうものがまだ分かってない状態なんですよね。大切じゃん。だからこれを機にこう新しいね、道を見つけられたらなっていうのは思っています。で、アイちゃん気持ちよ、パッてなんか溶けたりした？いやー、してないと思う。本当？いや、もう腰痛いなの。それは焦げてないくてじゃない。ケツが可愛い。あ、すごい、また開いちゃう。ここで、ね、佐藤正樹って書いてある。都内にさ、遠方から来た人で化粧してこなくてイメチェンしたい人とかさ、化粧セットとかにしたらさ、うん、え、なんかイメチェンできるからすごいいいかもしれない。なんかさ、やったことないですって子とかさ。確かに。そうじゃん。意外とフルメイクプラス3000円ぐらいじゃん。ヘアコットとかもと同じぐらいで。マジすごいね。え、黄色みたいだよ。すごいね。すごいね。全員がこんな頭だったらいいのにって思う。ドローンボールみたいになってる。さあ、せっかく髪の毛変えるんだったら痩せてきたかったな。でも食べちゃったから太っちゃったな。一回でこんだけ抜けてたら超いいっす。すごいね、ブリーチがね、いい感じに抜けてるみたいです。で、抜けてて、すごい。抜けたよん。めっちゃ抜けたね。そろそろ抜け、あ、やっと抜けました。やったー。よし、洗います。だから顔周りだけ波巻きすれば、で、中間は巻いて
ありがとうございます。ありがとうございます。クソいい感じに。今日怖そうじゃない？ね、かわいい。サングラスかけてたね。え、かわいい、ゆっちゃん。いいよね。うん。え、それ好き。そうだよ。終わりはございますか。完成しました。なんかすごいイメチェンになった。めっちゃイケレツだね。どう？いい、いい。はい、はい、はい、決まった。本当だよ。なんかレイがあのオレンジっぽいロゴを入れてもらって、ハイライト、前髪らへんも入れてもらって、ゆうちゃんはグレーです。グレーアッシュにしました。メイクもね、あいたまさんにちょっと変えてもらったので、ちょっと夏っぽい感じにしました。違う人に見える、違う人に見える、マジでね、すごいね、ウルフちゃんみたいな感じになったっていう感じで、ちょっと今日はイメチェンをしてみました。いかがでしょうか。はい、皆さんも大変身、大変身したので、皆さんもよかったら来てください。概要欄にお店の名前等載っているので予約もしてみてください。ゆうちゃん回ってみたよ、後ろ切ったじゃん。そう、すごい短くなった。マジ戦闘能力すごい高くなレイヤンはあの顔周りに段、今日は顔周りしかほとんど切ってないんだけど、顔周りに段つけて、あのちょっと海外のね、夏っぽヘルシーガールみたいな感じにしてみて、でハイライト入れてそこに色つけたので、落ちても金髪が可愛く出る感じでハイライト入れてます。見てみてください。こっちは今日はもうテーマは思うがままに、うん、っていう、とりあえずなんかまあ一緒に話しながら似合う感じで決めていって、まあ、かっこいいんだけどメンズに寄りすぎないぐらいの、ただハンサムショートまではいかないっていう、まあオールバックしたいとかいろんなちょっと要望があったの で色はもう初めての前頭ブリーチでちょっとグレー系に持っていきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、得意なことは何ですか。得意なことは何ですか。女の子の顔周りのカットカラーとですかね、派手髪得意ですよね。派手髪が可愛い、いろんな色が出るのが、そう、明るい髪色がすごく上手です。チェケラしてんね、はい、チェケラ。エリカさんは、自分は多分もう根本的にかっこいいスタイルかな。ベイさんとかですか。もう男女問わず、うん、戦闘力を上げられる女は狙いにいけるかなっていうスタイル、うん、オフェロ感増す感じかな、うん、感じ。モテたい女子初めてこれから来たいなって思う人に向けての一言。はい、緊張せずに来てください。割と普通なんで、うん、来てくれれば楽しく切ります。はい、ありがとうございます。たくさんお話ししましょうおめでとう。モーム続き、あのアピットで会うよ。アイドル好きな皆さん、私はモーニング娘。の佐藤まさきちゃんが好きです。これはまーちゃんのバースデーシャツ。終わりです。ありがとうございます。みんな2人に会いに来てね。会いに来てね。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter と Instagram もやってるよ。お店の URL とアイタムさんエリカさんの Twitter、Instagram も概要欄に載ってるので、ぜひ予約したい方は見てみてチェックしてみてください、うん、はい、あとカップルで行った時に同時でやってくれたりとか、そういう対応もしてくれたりするので、ぜひぜひお問い合わせしてみてください。問い合わせ方法は Twitter に DM とかリプとか飛ばしてくるのと、あとお店に予約をすれば予約を取ることができるので、ぜひぜひ夏に向けてみんなも大変身してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。次は運動会をします。ワンちゃんを連れて代々木公園のお散歩に来ました。ゆうちゃん、今日の主役はダリさんとヒノさんです。2人とも元気ですね。なんかね、ワンちゃんはね、昼間は暑くてお散歩ができないので、今もう夕方の6時半。しかも今日曇りだからね、涼しい。そう、曇りで6時半なので、お外にちょっと遠出しに来ました。なんかこれなんで、ひのちゃん嬉しいのかな、これ。ひのちゃんはね、なんかいきなり休憩しだすし、いきなり走り出すから、なんかバランスうまくは走れない。そう、だから飼い主のことをね、ほら、また座り出した。
マジさ、あれじゃん。ポロロットとダリちゃん。ダリちゃん。あ、かわいい。ヒノギチの性格はね、わんぱくな男の子なんだけど、食べ物とお尻にしか興味ない女の子の。わんぱくなのかな。それで、ダリさんはすごく繊細。繊細だね。すごくね、デリケートな女の子なの。あのね、細かいことにすごい気にし、あとね、潔癖症。あのうちの子はね、潔癖症なの、一匹は。なんかさ、自分が汚れるのすごい。はい、並んでください。並んで歩いてください。かわいい。あ、レイの方がいいの。かわいいね。よいしょ。次々に挨拶しに来てくれたの。かわいいね。さっきさ、アリのことずっとさ、アリも食べ物じゃありません。まあこんな感じでね、夕暮れ時にね、お散歩するのはとっても気分がいいです。じゃあ、あと残り30分くらいお散歩のんびり歩いて帰りたいと思います。バイバイ。バイバイ。バイバイして。